エデンズゼロゲームニュース、今日はこちら、はい、プレイアブルキャラクター紹介第2弾です。以前もシキ、レベッカ、ワイズ、ホムラを紹介しましたが、新たに操作できるキャラの登場シーン、そしてバトルシーンの映像をお見せします。楽しみですね。まずはリッチです。はい、こんなサクサク進んでいいのかな。大丈夫だと思います。大丈夫です。サクサク進みます。なんか言いたいことがあるかって言われましたけど、特にないです。大丈夫です。もう今気持ちはもう映像の方で。わかりました。みんなで映像見ましょう。見たい。まずはリッチです。どうぞ。挨拶が遅れました。私はこの国の管理を任されております。かっこいい。魔王志向さんの人、ウィッチにございます。ええ、魔王様によって作られたアンドロイドでございます。なんかやっぱモーションが、私への命令権は全て式様に譲渡済みです。いかなる命令も必ず実行します。犬の真似して。ワンワン。やってくれた。管理を任されてるだ。見ろよこの虫、全く管理できてねえじゃねえか。ええ、長いこと機能停止していましたので。しかしご安心ください。上手、そして再生。何、船が変形してる。めちゃくちゃ強そうですね。なんか技が、ね、なんかまだアニメではウィッチが思いっきりそのみんなと戦ってるシーンって見てないから、ウィッチもセクシーですね。ですかね。あのスリットのあそこはあれも絶対領域なんですかね。あそこ。でもあそこはもう大事なところですからね。あとこう気をこう溜めてる時に、はい、谷間とこの光がですね、うまくこう3つの円がこう一つだと。これは素敵な絵だと。神々しい感じで。神々しいようだ。ほんとすいません。いやいやいや、見てもらいます。全然全然。こんな見方、横島な見方で大丈夫ですか。いいですね。みんなそうやって見ますからね。見るし、うん、こうやって発言いただいたことで、きっとまた皆さん繰り返し、YouTube チャンネルなんでもう一回巻き戻して見てくれると思いますから。ぜひ見ていただきたい。はい。続いては私が演じています、シスターです。シスター。どうぞ。そうはさせねえぞ、この人。勝手に俺の力を使いやがって。てめえは魔王様の便所の刑だ。もう映像とセリフがのなんか10年前に依頼された仕事がちょうどこの塔での仕事だ。ド S だよね。ド S。本当にね。仕事を済まさねえで帰ったんじゃ魔王志向線の治れだしな。あ、脱ぎます。実験ドライバー。脱がない。だって嘘ついた。脱がないと。脱がない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 。え、なんか出してる。なんだろうね。なんか魔法です。ヘムズホール。おい、かっこいい。おい、フライナー。おい、やっぱフライナー。おい、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 ヘムゲイズ。おい、ブラクッカー。ちょっと何か出した。何何これ何これ。魔法陣ですかねこれ。あの床に出てたのはおそらくあのヒールのエリアというか回復のエリアだと思うんですけ ど、 あれの乗った後に見てた感じだとそのバフがかかってるんですよキャラに、うんうん、で殴りながら回復多分してるんですよねあれ。え、今の一瞬でそんなに見てました。どんだけ狂ったやねあんた。ダメージの表記の色が白と緑があって、多分緑が回復してる量だと思うんですよ。1って出てるこれ、はい、だからもしかしたらなんですけど、ええ、あの攻撃力に合わせて回復量ももしかしたら比例して上がるのかなとか思ったりもするんですけど、結構なんかやっぱシスターだから使いどころがヒール、ヒーラーっぽい感じで楽しそうですね。また楽しそう。なんか私魔法陣出てかっけーぐらいしか分かんなかったけど楽しみですね。でもそうするとちゃんとその一人一人攻撃の個性が分かれててすごいですね、うん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 、ウィッチシスターと来たらハーミットですよ。こちらもご覧ください。あれは英雄アルセリカ。ハーミットは切ないよね。そうなんです。これもう原作読んで泣いちゃったもんね。子
この桜コスモスを守ったと言われる英雄たちさ、ね、すげえ。オーブ聖騎士団、ブルーガーデンの守り神さ。あ、どうしたの、ピーノ。あそこに人影らしきものが。宇宙空間に人なんて。ポツンといるよ、ポツンといるよ、ハーミット。お、空間が綺麗ですね。誰かいるぞ。ね、画面に映せ、拡大しろ。いくつか当てがあるとは言ったが、まさかまさか最初の当てで引くあたり。こっちの心を読んでるのかよ、ハーミット。私は、人間の役に立つ仕事がしたい。なんか、ハーミットもちょっと個性的な技がたくさんあって、ありましたね、はい、この必殺技みたいな敵がノックバックしてこうキャラからバーって離れてるから、うん、あの雑魚的こうやってたくさん囲まれる戦闘とかハーミットすごい便利そうな感じがしますよね。さすが。え、ちょっと介護してもらいながらやってもいいですかね。僕はそのさらに後ろでずっとくだらないこと言い続けました。いや、それめちゃめちゃ嬉しいやつです。めっちゃ嬉しい。皆さん、今後操作したいキャラクターなんかはいらっしゃいます？でも僕やっぱ個人的に師匠のバルキリーが触れるのかどうかなっていうところがすごく気になる。僕はやっぱ四季ですね。ああ。で、ずっとあの寺島の声を外して俺で喋って自分で。そうそうそう、テラシーはいい、お前ちょっと黙って俺がやる。ちょっと高めのところで、なんだろう、なんとかだみたいなこと言ってやって私、はい、モスコがモスコモスコ言ってんだから飛ぶじゃないですか。飛びますね。あれ操作できたら楽しそうです。確かにあれで飛んでほしいですよね。でも あそこ押したくなりません？ここね、そう、あれ押したらどうなっちゃうの。いや、めっちゃ気になりますよね。ずっと気になる。オーディションの時から気になった。押すとすっごくいい男が出てくる。いや、僕もそれ考えたんですよ、うん、押したらすげえイケメンが出てくるんじゃないかとか想像しちゃいました。でしょ、うん、だから俺か。あ、そこキャスもしかしたら。それでは皆さん、エデンズゼロポケットギャラクシーの事前登録よろしくお願いします。はい、事前登録の詳細は YouTube の概要欄をチェックしてください。それでは皆さん、エデンズゼロチャンネル高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。あの、これさっき聞いたらちゃんとカメラ目線でやってくれって言われたんで、あの、ええ、ちゃんと皆さんそれぞれのカメラ目線でいきますよ。せーの、にゃんにゃん。なんか音聞こえたな。